運転席のドアノブなんですけど、これがね、普通に開けようとしたらね、もげちゃったんですよ。びっくりしましたよ。こういう風にドアノブになっちゃってるので、これを変えていきます。パーツが届いたんで開けていきます。待ってくださいね、開けます。はい、開きました。取り出していきます。これですね、ワゴン R の運転席側のアウターハンドル、これね、高速持ったときます。じゃあね、開けていきます。開きにくいんでちょっと待っててください。はい、開きました。まあ中古ですね。でこれを車に取り付けていきたいと思います。見た感じね、鍵穴のやつ、これも合わせは取れそうなんで、もう一回います。取れました。じゃあこれ鍵穴今ついてるので盛り替えていきます。